こんにちは。ラブリータウンイコマの時間です。この番組は毎月1日と15日の2回更新して、さまざまな情報をお届けしている生駒市の広報番組です。今回は11月10日に行われたエコエコ生駒2013の模様と、11月13日に行われた幼年消防クラブの集いと、北田原工業団地内清掃活動の話題をお送りします。そして僕の私の小学校では、生駒小学校の児童たちが自分たちの小学校を紹介してくれます。どうぞお楽しみに。では初めの話題です。11月10日エコノミーとエコロジーの両立を目指したイベント、エコエコ生駒2013が市内3会場で開催されました。こちらは北コミュニティセンター伊下羽ばたきで行われた生駒市農業祭です。小雨混じりのあいにくの天気となりましたが、特設のテントには市内で収穫された野菜がずらりと並び、大勢の市民が次々に新鮮な朝取り野菜を買い求めていました。そしてこちらは女性限定起業家育成セミナー。産学官が連携して好きなことややりたいことを仕事として発展させるきっかけを持ってもらえればと、今回初めて企画されました。将来自分のお店を持ちたいという高校生をはじめ、およそ40名が参加し、講師の方々の経験談に熱心に耳を傾けていました。高山サイエンスタウンでは学研生駒商工祭りが開催されました。昨年行われた生駒市の新しいお土産コンテストで入賞した生駒の一品をはじめ、生駒のうまいものやお土産などがずらりと勢ぞろい。高山サイエンスタウンフェスティバルではプチコンサートをはじめ、企業の研究施設が一般公開され、会話はもちろんモノマネをするロボットなど先進の技術が紹介されていました。昨年まで別日程で行っていたイベントを集約した今回のエコエコ生駒2013。北生駒駅を起点に会場を結ぶシャトルバスを運行し、会場の移動をスムーズに、そして自動車による CO2 排出を抑える試みなど、エコにこだわったイベントとなりました。では続いての話題です。11月13日、秋の火災予防運動の一環として、市内の幼稚園保育園の幼年消防クラブの子どもたちが一堂に会し、幼年消防クラブの集いが開かれました。まず藤田消防長、山下市長、中谷市議会議長が挨拶。続いて園児全員で絶対に火遊びをしませんと元気よく誓いの言葉を述べました。してませんか。今回の幼年消防クラブの集いには、奈良佐保短期大学附属生駒幼稚園、エンゼル幼稚園、生駒保育園の園児およそ200名が参加。各幼年消防クラブごとに防火演技として、鼓笛台での演奏、踊りが披露されました。元気よく演技をする姿に、会場からは大きな拍手が送られていました。
そして生駒市消防団女性広報指導分団の団員による紙人形劇も上演され、地震の際に心がける3つの行動、押さない、走らない、喋らない、この3つの約束を守ってくださいと子どもたちに呼びかけました。かわいい演技でしたね。この他にも秋の火災予防運動期間中、市内では防火や防災に関するさまざまな催しが行われていました。では続いての話題です。11月13日、北田原を流れる山口川と穴虫川の天の川流域 1.7km を北田原町地内水質保全連絡協議会の皆さんが河川清掃作業を行いました。この協議会は北田原工業会、地元自治会、水利組合と行政が一体となり、今年5月に発足。水質保全に協働して取り組んでいるということです。今回はおよそ110名が1時間にわたり清掃活動を行いました。手分けして手際よくゴミを回収し、草を刈り取っていき、あっという間に大量のゴミが集まりました。以前は鯉などが泳いでいた穴虫川ですが、水質や環境の変化によりその姿は見られなくなったそうです。また流域で耕作されている農家の皆さんも、農業に水質の改善は必要不可欠だと訴えます。途中小雨が混じるあいにくの天気となりましたが、参加した皆さんは北田原の水質改善や環境美化のため作業に集中していました。こういうふうにね、自治会さんと工業会と一緒になって、こういうふうな形、今日もだいたい110人ぐらい全員参加してるんですけども、そういうのが意識がね、これから多分変わっていくんじゃないかなと思うんですね。で、意識が変わるとやっぱりそこにゴミも掘らん、水もきれいな水しか流さないというふうな形になっていくと思いますんでね、これはきれいな川を後々まで残していきたいなと思ってるんですね。